112N はかつてポーランドに存在した鉄道車両メーカーのコンスタールが開発した路面電車車両。同社初の超低床電車として1995年に試作車が製造された。1990年代以降、世界各地の鉄道車両メーカーがバリアフリーに適した超低床電車の開発に取り掛かり、多数の形式が 世界中の路面電車に導入されるようになった。その中で、ポーランドで長年独占的に路面電車車両の生産を行っていたコンスタルが開発した初の超低床電車が 112N である。片側のみに運転台を有する2車体連接車で、後方車体の連結目により、車内全体の24%が床上高さ 340mm の低床構造になっている。 その他の箇所の床上高さは 890mm で、双方の空間を行き来する際には3段のステップを減る必要がある。主電動機は従来コンスタルが製造していた路面電車と同様に直流電動機が用いられる。一方、電気子直波制御に対応した制御装置を搭載することで電力が回収可能な回生ブレーキの導入を可能としており、 消費電力が大幅に抑えられているほか、スムーズな加減速が図られている。また、車両デザインや内装、運転台の形状も従来の車両から大きく変更され、終電装置もシングルアーム式パンタグラフが用いられている。1995年に1両のみ試作され、ポーランドの首都ワルシャワのワルシャワ市電に導入された。 当初の車両番号は2014であったが1997年以降3 0 0 1に変更され、その後は2度の修繕工事を経て2018年現在も、他の超低床電車と共に使用されている。ありがとうございます。